こんにちは。男性の皆さんは自分が女性からどのように見られているかということについて考えたことはありますか？優しい、頼りがいがある、恋人にしたいなど、あなたという人物は女性からの見方次第でいろいろな考えで捉えられています。しかしその中でも、そんな風に見られてたなんて嬉しいと思える見方があります。それは女性から抱かれたいと思われることです。こう思われるとはこの上ないほどの喜びですよね。それだけで男性としての魅力が増したように思えますし、自信にもつながります。ですが、ひとえに抱かれたいと言っても、そこには様々な理由があるのです。今回は抱かれたくなる男性の共通点と題して、共通点を9個ご紹介していきます。自分の女性に対する接し方を改めるいい機会になると思いますので、抱かれたくなるくらいいい男を目指して行動を開始してみてください。抱かれたくなる男性になるには、ローマは1日にしてならずという言葉があるように、1日の行動で抱かれたいと思われる男性にはなれません。筋トレやダイエット、スキンケアや日々の仕事など、日々の積み重ねがあってこそ、初めて女性にこの人ならと思われることができるのです。なので、女性から見て抱かれたくなる男性になるためには、長期戦を覚悟することが必要と言えるでしょう。現代の女性はどのように考えているのか。結論から言うと、現代の女性の約9割が男性から抱かれたいと思ったことがあるというアンケート結果があります。肉食系女子が増えてきている現代では、自分がいいと思った男性に自ら抱かれるために行動するというパターンになっているのでしょう。少し前までは、好きな人にしか抱かれたくないという女性も多くいました。しかし現代では、好きな人でない男性に抱かれたいと思う女性も多いのが現状です。なぜなら、女性はこのように、好きな人でなくてもいいから抱かれたいと思う時期があるからです。わかりやすい例として、生理前、お酒を飲んでいる時、失恋した時、慰めてほしい時、一人で寂しい時、ムラムラしている時、ドキッとした時が挙げられます。女性がどのような男性から抱かれたいと思っているか、女性にアプローチを仕掛ける時期はいつがいいかという、この2点が重要だと言えるでしょう。ではここから、女性がつい抱かれたくなる男性の共通点を9個取り上げていきたいと思います。1、口が固い。2人の約束をしっかり守ってくれて、誰にも2人の関係を公開しないような口の固い男性は、女性から見てとても安心感を持たれます。2人の関係を秘密にしてくれるだけで、女性は、私はあの人にとって特別な存在なのだと思うのです。そのように自分を特別に扱ってくれる口の固い男性に、女性は抱かれたいと感じます。逆の場合を考えてみましょう。あなたがとある女性とそのような関係になった翌日、私あの人に抱かれたんだと誰かにあなたとの出来事を軽々と話されたらどう思いますか？決していい気持ちはしませんよね。あんな人に抱かれたいと思われる男性になるためには、2人の秘密を口外しない口の固い男性を目指しましょう。2、リードしてくれる。食事や飲みに率先して誘い、連れて行ってくれる男性は、女性から見てとても魅力的に見えます。またそのお店も男性が予約し、さらには次のお店も決まっていたら、なんて段取りがいいのだろうと思う女性も少なくありません。その場での会話も盛り上がり、お酒が入っていて、なおかつ女性が本音で語ってくれるような場面を作れたのであれば、それから先は流れに身を任せることもできるでしょう。そのために必要なことは、女性が好きなお店や食べ物のリサーチ、さらにはその女性の近況だと言えます。下調べをして、その流れに乗れるようにしておきたいですね。3、清潔感がある。髪型をきちんと整えている、ヒゲや全身脱毛をしている、爪や肌の手入れをしているなど、肌から見て清潔感に気を使っている男性はとても魅力があります。そういった男性に魅力を感じ、女性はこの人に抱かれたいと思うのです。実際に自分がその男性に抱かれた時のことを女性は想像しています。行為の最中や行為後にベッドを見て、ベッドを共にした男性の体毛がそこら中に散らばっていたら、女性はどう思うでしょうか。今や男性も身だしなみを大切にする時代です。抱かれたいと思われる男性になるために、今一度自分の身だしなみを見直してみましょう。
4. 男らしい体のパーツが多い。適度に筋肉がついた体、力を入れると血管が見える腕、割れた腹筋など、より男性らしい体つきの人に女性は性的な魅力を感じます。その力強い男性らしい体に包まれてみたいと女性は思っているのです。さらに言うと、落ち込んでいる女性、誰かに慰めてもらいたいと思っている女性ほどその傾向が強いと言えます。しかし男らしい体といっても、細マッチョ、筋肉質、ゴリマッチョなどいくつかのタイプがあります。どのタイプに自分は当てはまるのか、もし落としたい女性がいるなら、その女性はどのタイプの体が好みなのか、少しリサーチする必要があるかもしれませんね。5. 金銭面に余裕が見られる。女性であれ男性であれ、お金に余裕のある人はとても魅力的に見えますし、そういう人とお近づきになりたいと思う人は決して少なくはないでしょう。特に女性はその人の恩恵にあやかりたいと、お金に余裕のある男性、例えば経営者や社長、役員、芸能人といった人に自ら抱かれに行くということもあります。その男性に魅力があるというよりは、その男性のお金や知名度に魅力を感じているといった方が的確かもしれません。このようにお金に余裕のある男性や知名度のある男性になるには、一日では無理があります。このような男性になりたい場合は長期戦を覚悟しましょう。 6. ギャップが見られる。仕事中は真剣に取り組み、それ以外の場ではまるで少年のように振る舞う。頼りなさそうに見えるけど、実はテキパキと指示を出す。そういったギャップの持ち主である男性に女性は魅力を感じます。普段はあんな感じだけど、ベッドの上ではどのように振る舞うのだろうかと、その先を連想させるからです。このような男性になるために、自分にはどんなギャップがあるのか、それをどう周りに発信していくかを今一度考えてみましょう。 7. 共感してくれる。共感してくれる男性は、それだけで女性からすれば頼もしい存在と言えます。自分のことを受け止めて、なおかつ自分と同じだと共感してくれると、もしかすると包容力がある男性よりも魅力的に映ってしまうかもしれません。俺も同じこと考えてたと共感するところから、抱かれたくなる男性を目指してみてはいかがでしょうか。 8. 面倒見がいい。まるで兄弟のような関係で、困った時に助けてくれる面倒見のいい男性がいれば、女性はその男性を頼ってしまいます。そしてその関係をずっと続けていると、このままこの関係を続けていいのかと思うようになり、ついには一線を越えてみたいと思うようになるのです。面倒見がいい男性はきっと、ベッドの上でも常に女性の体を心配し、お互いが満足できるよう配慮してくれるかと思います。きっと女性はそのような展開を期待していることでしょう。女性の気持ちを汲み取った行動をしてあげたいところですね。 9. さりげなくスキンシップをする。いやらしさのない自然なスキンシップは女性をドキッとさせます。触れる場所にもよりけりですが、メジャーどころといえば肩や腰といったところでしょうか。特に生理前の女性、ムラムラしている女性はスキンシップを図られるだけで体が自然に反応してしまいます。それがスイッチとなって、これらの女性は自分の体に触れたこの人に抱かれたいという気持ちになってしまうのです。スキンシップも度が過ぎると女性から訴えられてしまうので、あくまでも適度な距離感を持って行うように心がけたいところではありますね。いかがでしたでしょうか。女性に抱かれたいと思われる男になるためには、少し時間を要するものもありましたね。しかし、たとえ時間がかかるものであっても、いつスタートダッシュを切るかによって目標達成の時間は大きく変わってきます。抱かれたくなると思われるほどいい男性を目指していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入りましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。